クレマンス・ド・オングリーは、フランス王ル10世の二度目の王妃。クレマンス、男獣とも呼ばれる。ハンガリーの多い請求者、カルロ・マルテロ・ダンジと、ヒクレメンティアの娘として生まれた。兄は、ハンガリー王カーロ1世。バロア朝初代の王となる、フィリップ6世は、父方の重帝にあたる。1315年、不定を犯して遊兵されていた、最初の王妃。 マルグリッド・ドブル・ゴーニュが国死したため、同年8月にクレマンスと結婚した。1316年6月、妊娠中のクレマンスを残してルイは休止した。王帝フィリップが摂政となり、出生に疑惑を持たれる幼い王女、ジャンヌの即位を阻止し、クレマンスの男児出生を待った。同年11月、出生と同時にエイジがジャン一世となったが、 わずか4日間しか生きられなかった。そのため、摂政であった王帝が、フィリップ5世として即位した。クレマンスは宮廷を去って、アビニョンへ向かった。1318年には、エクスアンプロバンスのドミニコ会修道院へ引遁した。数年後に、パリへ戻ったが、1328年に35歳で、亡くなった。ありがとうございます。